七十人として召されて間もなくボイド・ケイ・パーカー会長が次のような大切な原則を教えてくださいましたどちらを向いていますか七十人は教会員を代表して預言者に語るのではなく預言者を代表して教会員に語るのですどちらを向くべきなのか決して忘れてはいけません 神を喜ばせる前に人を喜ばせようとすることはどちらをむくべきかを忘れることですが誰もがこの過ちを犯します人を恐れるからです主は人のそしりを恐れてはならないと警告しておられますリーハイの夢では大きく広々とした建物の中にいる人々からあざけり笑われることによってこの恐れが引き起こされ 大勢の人が命の危から離れてしまいましたこうした周囲からの圧力は人の気分を害しては申し訳ないという気持ちを抱かせることで人の行動または態度を変えようとします人に対するこの恐れは罪を多めに見るよう誘惑し罠となります巧妙に仕掛けられたこの罠は同情心に訴えかけ神が非難してこられたことを黙認したり 承認したりするようになりますこの罠は大きなつまずきとなりえます伝道中にこうした恐れを抱き不従順な同僚の気分を害したくないがために同僚の目に余る不従順について伝道部会長に報告しない若い宣教師もいます一番大切な戒めと二番目に大切な戒めの順序を正しく覚えておく必要があります宣教師が同僚にではなく 神に対して責任があることに気づくならば、向きを180度変えることができるはずです。ジョセフ・スミスですら、どちらを向くべきか忘れたことがあります。22歳の頃、マーティン・ハリスに116ページの原稿を貸す許可を求めて何度も主に懇願した時のことです。おそらく、助けてくれるマーティンに感謝の気持ちを示し、 広まっていた嘘や偽りに悩ま,れ悩まされていた自分を支持してくれる証人を心から望んでいたのでしょうしかしジョセフは主から厳しい叱責を受けましたあなたはなんとしばしば背き人々の説き伏せに乗ってきたことか見よあなたは人を神よりも恐れてはならなかったこの痛烈な経験のおかげでジョセフはその後も 永遠にどちらを向くべきか忘れませんでした人に対する面目を保とうとして神に対する面目を失うことがあります神を喜ばせると同時に人の不従順を多めに見ることは2人の主人に金使えるということです真の勇気とは人に対する恐れを克服することです例えばダニエルは祈りの力によってライオンに立ち向かいましたが ダニエルの本当の勇気はダリウス王に従わなかったことですそのような勇気は神に祈り神を恐れる人に授けられる御霊の賜物です王妃エステルは祈ることで勇気を得危険にさらされることを知りながらも夫であるアハシュエロス王に立ち向かいましたシーエス・ルイスはこう述べています 勇気は試練にあった時すべての美徳が取る形態なのだピラトは自らに危険が望むと及ぶと気づくまでは慈悲深い人間であったヘロデ王はバプテスマのヨハネの首を切ってほしいと頼まれ列座の人たちを喜ばせたいと思いましたノアは邪悪な妻子たちの圧力に負けてアビナダイに死刑を宣告しましたサウル王は民を恐れてその声に聞き従い 戦利品を捨てず主の言葉に従いませんでしたアロンはイスラエルをなだめるために金の格子の像を作りどちらを向くべきかを忘れました新約聖書にはこうあります主を信じた者が多かったがパリサイ人をはばかって告白はしなかった街道から追い出されるのを恐れていたのである彼らは神の誉れよりも人の誉れを好んだからである成分にはこのような例が数多くあります 次に紹介する霊感あふれる例に耳を傾けてください。私は人のすることは恐れない。完全な愛はあらゆる恐れを取り除くからであるとモルモンは言っています。ニーファイは、私は属性の人々にとって喜ばしいことを書き記さないで、神にとって喜ばしいことを書き記す。司令官もろない。私は権力を求めず、それを引き倒そうとしています。 私は世の誉れを求めず神の栄光と自由と幸い等を求めています。モロナイは偉大な勇気を持ちどちらを向くべきかを忘れませんでした。こう記されていますもし過去現在未来のすべての人がモロナイのようであれば地獄の力でさえも常しえにくじかれてしまい悪魔は決して人の心を支配する力を持たないであろう。預言者は り笑われれいつも攻撃にさらさらてきましたどうしてでしょうか罪のある者は真理が胸の底まで差し貫くしつなので真理を厳しいものと思うからですリーダ館長も述べているように打たれた鳥は羽を羽ばたかせるからですあざきり笑うという反応は罪悪感を抱いている自分を安心させる行為なのですあざきり笑う人々は預言者を時代遅れで 寛容でないと言って攻めます教会を説得し圧力をかけ神の標準を自分たちの不適切な行いのレベルにまで下げようとしますマクセル長老の言葉を借りればそのような人々は自分の改善や悔い改めをせず自己満足に陥ります主の標準を不適切な行いのレベルにまで下げることそれこそが廃墟です 救い主の訪れから200年後にニーファイ人の中にあった教会の多くは教義に手を加えてしまいました第4ニーファイの次の言葉に耳を傾け現代との共通点を見つけてください第210年が過ぎた時国中にキリストを知っていると公言する教会がたくさんあったそれらの教会はキリストの福井の大半を否定しあらゆる悪を受け入れ 神聖なものをふさわしくないので与えてはならないと禁じられたものにまで与えた末日に同じことが起こっているのです自分が同じ罠に落ち込んでいることに気づかず福音とは相入れない地域や民族に伝わる先祖の言い伝えを認めるよう働きかける会員もいます さらには自分を欺いて神殿推薦状や学校の承認あるいは宣教師申請書の標準を下げるようビショップに要求する人さえいますそのようなプレッシャーのもとでビショップを務めるのは容易なことではありませんしかし神聖さを守るために神殿を清めた救い主のように。 今日のビショップにも神殿の標準を大しく守る勇気が求められています救い主はこう言われました私の民が戒めを守りこの聖なる家を汚さなければ私は憐れみをもってこの家で私自身を表すであろう <laughs> 偉大な模範者である救い主はいつも御父の方を向いておられました 主はご自身に従う者を愛し仕えられましたがこう言っておられます私は人からの誉れを受けることはしない主の教えを受ける者はから好意を受けることを主は決して求められませんでした病人への癒しなど慈愛に満ちた行為をされた時でも誰にも話さないようにと言われたのですそれは名声称賛評判をお酒になるためでした 人に見られるだけの目的で良い技を行うパリサイビを主は非難されました唯一完全なお方である救い主には何の恐れもありませんでした大勢の人から責められあざけり笑われても屈することは決してありませんでした主はどちらを向くべきか一度たりとも忘れたことのないただ一人のお方です私はいつも御父の御心にかなうことをしている私自身の考えでするのではなく 私を使わされた方の身旨を求めているからである第32イの11章から28章までの間で救い主は御父という称号を少なくとも163回用いておられますヨハネの14章から17章までで救い主は少なくとも50回御父について語られました主は御父の完全な弟子であられました完全に御父を代表されたので 救い主を知ることは御父を知ることであり御父の姿を見ることは御子の姿を見ることは御父の姿を見ることであり御子の声を聞くことは御父の声を聞くことでした主は本質的に御父と区別することができないほど一致しておられました主はどちらを向くべきかを完全に知っておられたのです主の模範により強められへつらいとおごりに打ち勝ち勇気を授けられ威圧する者を前にして 決して恐れたり、こびへつだったりすることがありませんように、そしてこぶされ、できうる限り人知れず、人の誉れを得ることを望むことなく、良い働きをしながら巡回することができますように、主の模範により、一番大切な第一の戒めをいつも覚え、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なる神を愛することができますように。 神の召に反対するよう同意を求められたときに自分が誰のでしかどちらを向くべきかをいつも覚えておくことができるよう祈ります。イエス・キリストの皆によって、アーメン